皆さんこんにちは、達ぼっち日々の達也です。この前出した Vlog とっても反響が良くて良かったです。俺もねすごい楽しかった Vlog だったし、やっぱりみんなああいうのが好きなんだなと思って嬉しかったけどね、編集がめちゃくちゃ大変だった。結局27分ぐらいの動画になったんですけど、ちょっとね旅行系の Vlog はまたしばらくしたらやりたいと思ってます。楽しみにしてて。はい、ということで今日はですね新しいバッグを買いました。この前の Vlog で使ったアークテリクスのまた新しいバッグを購入したので、今日はそちらを紹介したいと思います。僕ね、今までアークテリクスのバッグ結構いろんな種類買ってきたんですよね。バックパック系が多かったんですけど、今日はアークテリクスなんですけど、アークテリクスベイランスのバッグを購入したので紹介したいと思います。まずこのアークテリクスベイランスなんですけど、ベイランスはアークテリクスが提案する都市生活における快適性とデザインを追求したコレクションラインになります。まあ、よりタウンユース向けのライン で、そのベイランスの特徴が、アークテリクスって、まあ、シェルジャケットもそうだし、バックパックとかにもアーケオプテリクスっていう始祖鳥のね化石ロゴがデザインとして入ってて、でその下にアークテリクスってブランド名入ってるものが多くて、まあ、でも最近はその化石ロゴだけのデザインのものが多いんですけど、ベイランスはそれを一切省いたもっとねミニマルなデザインになってて、でアークテリクスと比べると値段も結構高めなんですよね。ちょっと高級ラインなイメージです。なんで僕今までちょっと手出したことがなくて、まあ、いつかは買ってみたいなと思ってたんですけど、今回初めてベイランスのアイテムを買ってみました。それで購入したバッグがこちらです。モナドリーシステムショッパーバッグです。これはねアークテリクスの店舗行って見つけて、なんかねすごい惹かれて、おおいいなと思って買っちゃいました。このショッパーバッグこだわりがたくさん詰まってるんで、早速ディテール等を紹介していきたいと思います。でまずアイテム名にもなってるこのモナドリシステムって意味なんですけど、ベイランスが21年の秋冬からスタートしたサステナブルプロジェクトのことなんですよね。なんでこのバッグの素材はシェルジャケットとか作る時に出る余った生地を使って作られてるんですよね。なんでこれ素材がねゴアテックスプロを使ってるんですよ。ゴアテックス素材のバッグって珍しくないですか。あのアークテリクスのシェルジャケットのアルファ SV っていう種類があるんですけど、その余り生地を使用しているらしくて、ゴアテックスプロ3レイヤーっていう生地を使ってます。でもちろんベイランスなのでロゴとか一切なくて、これ裏返すとここにベイランスのタグだけがある感じですね。そんで裏面も美しくて綺麗なシームテープ加工されてます。で大きさはハンドル含まないで縦41センチ、幅が30センチぐらいですね。まあ、休みの日とかもちろん荷物が少ない仕事の日とかにも使えるなと思って、ちょっとなんか入れてみるか。まず折りたたみ傘入れて、飲み物入れて、財布、サングラス、携帯。本体がめちゃめちゃ軽いからこんぐらい入れてちょうどいい重さぐらいですね。ほんでこんな感じかな。マチもしっかりあるのでまだ全然余裕で入りますね。シャツとかカーディガンも全然入れられる容量ですね。でハンドル結構大きいんですけど、まあ俺ちょっと腕細めなんで一応肩にもかけられます。こんな感じ、ちょっとでも窮屈かな。なんでこうやってね一つクロスさせてこうワンショルダーでこうやってかけるともっと楽にかけられますね。このかけ方でもいい。ですげえ生地しっかりしてて問題ないと思うんですけど、さすがにねパソコン入れるってなると、ちょっとなんか重すぎるし、なんか心配になっちゃう、生地破れねえかなみたいな。ちょっとパソコンを入れるのはきついかな。さっき入れた荷物ぐらいがちょうどいいかなって感じですね。まあ、これね一見ベイランスって全然わかんないじゃないですか。そこがいいなと思って。かっけえ、これはかっけえ。はい、こちらモナドリシステムショッパーバッグ、お値段の方がですね税込みで 17,600円になります。ベイランスのアイテムに比べるとすごい安いと思うんですけど、まあ、こんなショッパーバッグがそんな値段するのって方もいるかと思います。ただねまずこれゴアテックス素材で、まあ、ちょうどこれから梅雨の時期になると思うんですけど、まあ、そういう時も雨とか結構防げるし、作りがねすごいしっかりしてるから結構ね長く使えるアイテムだと思います。しかもアークテリクスってアイテムによってこのバードエイドっていうのがつくんですよ。これ何かっていうとアークテリクスの保証プログラムで、これがあると、まあ、もしね破れちゃったりした時とか修理費用を限度内で保証してくれたり、まあ、コンディションチェックとかもしてくれるんですよね。なんでアークテリクスはアフターサポートもすごいしっかりしてるので、買ってみる価値はあると思います。
俺はやっぱりね、 YouTube 始めた時、最初アークテリクスの商品紹介から始めたんですよ。なんで結構アークテリクス思い入れあって好きです。やっぱりかっこいいもんね。ベイランス買うなんて俺も大人になったな。よかったらチェックしてみてください。はい、ということで今日はアークテリクスベイランスのモナドリシステムショッパーバッグを紹介しました。どうもありがとう。